はい、札幌市唯一の慢性腰痛専門整体院さつき院長の川崎亮太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日も腰痛でお悩みのあなたに腰痛改善のヒントやアイデアをお伝えしていこうと思います。ですね、そろそろ違う話もしていこうかなと思いまして、今日からですね、腰痛に関わってきやすい問題となりやすい筋肉の部位っていうのもお伝えしていこうかなと思います。筋肉、みんな大好き筋肉ですね。どんな筋肉が腰痛に関わってきやすいのかっていうことを少しずつお伝えさせてもらおうかなと思います。今日はですね、筋肉シリーズでいうとお尻の筋肉ですね。これ、腰痛の方ってもうほとんど関わってるんじゃないのかなって思います。お尻の筋肉ですね、すごく大事なところになってます。お尻の筋肉っていうと、筋肉の名前でいうと大臀筋ってあったり梨状筋っていうところが関わってきてます。お尻ですね、ここのところです。骨盤から股関節までつながってる筋肉になってます。そうですね、骨盤から股関節で、その後こっちの靭帯とかにもつながっていってる筋肉になってます。こういったところが硬くなっていくと何が起きるのかっていうところを今日はちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます。まずですね、腰そのもので動くのかって言われたらやっぱりそうじゃないんですね。腰は首が動いていって、あと胸の骨も動いて、肋骨とかも全部動いて、あと骨盤も股関節もまた膝とか足首も全部動いて、腰っていうのは動いてくれます。その中でですね、お尻が硬くなってしまうとどうなるかっていうことなんですけども、お尻が硬くなってしまうと骨盤と股関節の動きっていうのをストップしてしまうんですね。こっちをギュッと止めてしまう感じ、硬くなってしまって止めてしまうので、腰が動きすぎないといけない、頑張りすぎないといけなくなってしまって、こっちが動かない分腰が頑張らないといけなくなってしまって、腰のところで痛みが起きてしまうっていうところがメカニズムとしてあります。ですので、お尻のところの筋肉の硬さっていうのが骨盤の動き、股関節の動きを止めてしまうので、この腰の痛みにつながってしまうっていうことになってます。腰の痛みで、やっぱりなかなか改善してこないっていう人はお尻の問題っていうのがすごく関わってるので、もうこれ私も患者さんに来る人はもうほとんど何割ぐらいでしょうか、80割ぐらいでしょうかね、ほとんどお尻で見ていきますし、治療していきますし、それが大事な部分になってます。それがお尻の筋肉のとこになってますので、あなたもですね、その腰痛の、もしかしたらお尻のせいで問題が起きているかもしれません。明日はですね、そのお尻の筋肉がどうやって原因となっているかっていうのを探し方っていうのをちょっと詳しくお伝えしていきますので、お楽しみにしててください。では本日も動画をご覧いただきありがとうございます。